ん？団長か。年が明けたな。やはり最初の日の出は見ておきたくてな。ずっと甲板にいた。クローノスはなくなるし、私は手首に監視装置とかいうのをつけられるし、もう散々ね。すまない。は？ちょっと、何柄にもないこと。お前に迷惑はかけん。失態はこの手で取り返す。あ、ちょっと、どこ行くの？私相手にあんな素直に謝るなんて。どうしたってのよ。あいつ、大丈夫なの？武器の調達を頼みたい。必要なものと依頼する職人は、この紙に記してある。大釜ですか？ああ、知っての通り。俺たちの組織は事情が込み入っている。可能な限り、秘密裏にことを進めてくれ。そちらもいろいろと大変そうですからね。では、お急ぎのようですし、すぐに依頼を出しますね。アロメイダさん、一つ武器の製作依頼が来ていまして。あたいに依頼？構わないけど、何作りゃいいんだい？大釜！おまけにこの詩を見れば見るほど。なしろ！まさか依頼者って。バザラガス様。ですね、あまり大きな声では言えないんですが、実はそうなんですよ。嘘だろ。あの人があたいにクローノスの代わりを打てたなんて。こうしちゃいられない。メイド、なぜお前がここに？俺の依頼ということは伏せろと言ったはずなのだが。あたいが前グローノスを真似た武器を作ったせいで狙われたこと気にしてくれてんだろ。でもそんなことどうでもいいんだ。どうしても自分で渡したくて。で、これが依頼の武器だよ。名前は大釜アルサラブだ。ほう。どうバザラガ様、その大釜手に馴染むかな。ああ、いい出来だ。
この短時間で仕上げたとは思えん。急いだんだ。バサラガ様がきっとすげえ危ない目に遭ってると思って。あんだけ強いバザラグ様がクローノスをなくしたなんて、よっぽどの敵と戦ってんだろ。だからあたいすぐにでも武器を渡さなきゃって思って。そうか、確かに困っていたところだ。感謝する。お礼を言いたいのはあたいの方だよ。バザラグ様、何度もあたいを助けてくれたし、あのグローノスはあたいにでっかい目標をくれたし、バザラガ様が困ってる時、あたいを頼ってくれたしさ。そうか。俺もっとしたいんだ。あたいその大釜研いだり出力とか握りの調整もするから。だから、きっと、何が相手でも、生きて帰って、また、顔見せてほしいんだ。なぜ、涙を流す？泣いてなんかないって！そうか。ならばそれでいい。俺のための涙などあってはならない。なんでそんなこと言うんだバサラガ様。それじゃまるで、やはりバサラガさん、どこか様子がおかしいですね。俺のための涙などあってはならない。俺は俺はまだ若い仲間の一人を守ることすらできなかったのだ。グローノスを使う中で変質していった君の体はグローノスにとっていい餌だ。君の体をこれに捧げればこの小さな竜を解放してもいいと私は考える。さあどうする？選択は君に任せるよ。わかった。先に B を離せ。その後は好きにしろ。よかろう。さあグローノスを手に取れ。 B、 近くにユーステスたちがいる。この道の先だ。合流しろ。その鎧はどうすんだよ。俺のことはいい、行け。すぐ仲間連れてくるから待ってろよ。
バサラ側こっち。あ、この先に。完全に意識を乗っ取られてる。戦うしかないの。ここは？バサラガ団長！お前たち、どうしてここに？どうした、お前たち？これは、あの日の俺の記憶か。次の山。随分な大仕事って聞きましたが。ああ、特大の山だ。聞いて驚け。討伐する相手は、青少獣だ。そりゃいいや。今や俺たちは、この島一帯でも、指折りの奇空団に成長した。青少獣を狩ることさえも不可能ではない。違うか。ええ、団長となら何が相手でも怖くありませんよ。待て、その誘いに乗るな。行くぞ、お前たち、出立だ。ああ。行くな、引き返せ、まだ間に合う。お前たち、早く撤退しろ。バザラガ団長のことを見捨てられるわけないでしょ。来るぞ、奴がまた仕掛けてくる。お前ら、団長のことは頼む。俺のことはもういい。青少獣に挑むなどと、そう決めた俺のことなど放っておけ。団長さえいれば奇空団は再建できます。だから俺たちの夢託しますよ。もうやめろ。やめるんだお前たち。行くぞ、バザラガ団長を守れ。うわそして奇空団は俺一人を残して全滅した。俺のせいで。バザラガ団長、あんたがあんなことを言い出さなきゃ俺たちは死なずに済んだのか。その通りだ。俺の慢心がお前たちを死に追いやった。あの時は必死であんたを守ろうとしたよ。そのために一生懸命だった。でも最後の最後に思っちまったんだ。やっぱり死ぬのは嫌だって。すまなかったお前たち、本当にすまなかった。詫びるべきはそいつらだけかい、バザラガさん。お前は。俺が死んだのもあんたのせいだろ。あんた自分でそう言ってたじゃないか。
俺が何かを悲しむとすれば、かつてと同じ過ちを繰り返すこと。あいつらのために生きると決めたからな。そうだ、あんな大事を吐いておいて、結局俺の力はまた及ばなかった。守れないのか。俺は何も。そうだ、お前は何も守れない。同じ過ちを繰り返し続ける。お前はグロウノスか。お前は仲間を守るためならその身を捨てるつもりでいた。しかし結局何一つとして守ることはできなかった。いや、最初から守る気などなかった。やめろ。気空団の者たちを七に送り込んだのも、攻撃にさらされる若者を見殺しにしたのもお前なのだからな。違う、あんな結末を俺は望んでいなかった。言い繕ったところで意味はない。お前自身、すべて自分のせいだと認め、自分を責めているではないか。その痛みから逃げるため、お前は体から痛覚を取り去った。誰かの盾となろうとした。だが過去からは逃れられんよ。殺した過去、見殺しにした過去。バザラガ団長。バザラガさん。お前が感じている痛みから逃れ、罪をあがなう方法は一つ。その意志を手放せ。そして俺に全てを捧げろ。弱いな、お前は。苦痛から逃れるため肉体に改造を施し、最後にはこうして逃れ得ぬ苦痛から逃げるため一人犠牲になることを選んだ。あの日誓った、仲間を守る。それだけのこともできずにな。力及ばぬ己が憎いだろう。過去と己から逃げ続けたお前が。ならば過去と苦痛、お前を苛むすべてから解放してやろう。さあ、その身と意志を委ねるがいい。安堵したな。そう、これがお前の望む結末なのだ。
これでいい。あいつ本当にグローノスに全て捧げたっていうの？なあその鎧、オイラたちの声聞こえねえのかよ。どうすれば。これでいい。バサラガの動きが止まった。その鎧は何言ってんだ。これでいいってなんだよ。けど残ってたあいつの気配が全部消えた。なのにこれでいいって何？一人で行動しておかしなことになって消えてくのが望みだったの？頭きた。私あいつに説教しなきゃ気が済まないわ。でもよ、もう話するにもしようがねえんじゃ。一つだけ試せそうなことがあるの。でもその前に、もう手加減なんかしない。あいつをボコボコにぶちのめす。加減はできないわよ。これならどう？悪いけど時間がないの。で、さて、でこの、だ、一気に片付ける。アルベスの槍よ、力を示せ。プロミネスライド。で、次来なさいよ。もう終わりね。先を急ぐわよ。こんな！マジで手加減しねえのかよ。おい、それ以上やったらやべえって。アルベスの槍よ、我らが心情示し貫くための牙となれ。でバサラガ、答えなさい。その武器、アルベスを通じて精神に干渉してきたか。
バザラガ、あんたが何に苦しんでるのか知らないし、無理に聞くつもりもないけど、せめて何も言わずに消えるような真似はしないでよ。何か絶対に手はあるんだから、だから私たちを頼りなさい。あんた言ったんでしょ、団長に。俺が団長に言った？その小さき竜と青い髪の少女、どちらかを見捨てねばならない時、お前ならどうする？あの時団長が守れない方は俺が守るって言ったんでしょ、それと同じ。同じ、私たち相棒なんでしょ。後のことは私が絶対何とかする。だからそのろくでもない鎌、今すぐ拒絶するのよバカ。相棒、仲間か。不可解だ。消滅しかけた思念が言葉をいくつかかけられただけで徐々に存在を取り戻していくとは、あまりにも不可解だ。お前は今や消滅への欲求さえ抱いていない。どうやらゼタに散々殴られた弾みでネジが一つ外れたか、それかこの土壇場に立ってようやく本当の意味で相棒という言葉を受け入れられたかだ。やはり理解が及ばん。この男の中でエラーが発生したと判断、強制排除に移行する。不可解だろうな。俺も今の今まで忘れていたことだ。はあ、やっと思い出した。俺の仲間たちはこんな俺のことさえ簡単には諦めないお人よしばかりで。俺の相棒はアルベスを伝ってこんなところに飛び込んでくるほど執念深いのだったな。気づくの遅い。私に助けを求めるのは遅すぎ。続いてエラーを検出した。強制排除の強度を向上させる。戦う気みたいだけど、こいつじゃバザラガに勝てないよ。随分と変われたものだ。あんたが絡め手に引っかからなければね。ちょっとは頭冷えたの？ああ、おかげさまでな。じゃあ大丈夫ね。さっさとこれあんたの体から追い出すわよ。わかった。ちょっとあんたの後ろに敵、邪魔よバザラが。注文、次はドイツだ。あんたに手柄は渡さない。俺もお前に。このだ、俺が敵の防御を崩す。私がとどめね。下がっている。相変わらず派手にやるね。ねえねえ、アルベスの槍よ、力を示せ。プロミネスライド。ねえねえ。
この、で、次来なさいよ。怪我はないか、姫。変な冗談言わないでよ。なぜだ、消滅すら望んだお前がこうも、うこれってまさかバザラガの過去？ごめん、見ちゃった。構わない、過去は過去だ。誰にでも語るつもりはないが、隠すものでもない。グロウノスには一つ感謝してもいいのかもしれん。え？死んでいった仲間は俺を許しはしない。グロウノスが俺に見せたように、俺を責めることすらしてはくれない。今までそんな過去を清算することばかり考えていた。苦しみから逃れるために。だが仲間たちの幻影、ありえない光景を見せられたことで、かえってあいつらを過去へと正しく埋葬できた気がする。うん、なるほど。要は吹っ切れたってこと？さあな。ただあいつらとの過去は清算も忘れることもかなわん。この先も英語を俺と共にあり続ける。ようやくそれが受け止められた。そっか。っていうかさ、俺言う相手ちょっと間違ってない？ああ、お前たちにも感謝している。団長たちにも、この大釜の作り手にも。ならよし。でさ、またこんなことがあっても困るから、次からはちゃんと言いなさいよ。はあ、だがもう大丈夫だろう。抱えきれないものは誰かにその一端を託せばいい。わずかな支えが俺の力になる。で、それはどうすればいいの？お前たちの誰かがそばにいてくれればそれで十分だ。バザラガ様、そんな状況からよく無事で。俺がここにいられるのはお前が手がけた武器のおかげでもある。今日はその礼を言いに来た。ありがとう。さすがのあたいも目と向かって言われると照れるよ。さて、あまり長居をするものでもない。そろそろ俺は戻る。
いずれまたお前を頼らせてもらうこともあるかもしれない。その時はよろしく頼む。うん、もちろん協力する。なんかバザラガ様、前と少し変わったよね。そうだろうか。うん、前よりもいろいろと喋ってくれるしさ、なんていうか柔らかくなったみたいな感じかな。そうか。じゃあまた。ああ、邪魔したな。俺はもう間違えない。己の弱さを己で認め、その上で仲間たちを信じ抜く。もしかすると、これこそ俺が求めていた力なのかもしれない。